若葉ウォークは埼玉県鶴ヶ島市の若葉駅東口前にある複合商業施設。当ショッピングセンターはヤオコーの子会社であるヤオコープロパティマネジメントが運営、管理するネイバーフット型ショッピングセンターザ・マーケットプレイスの一施設である。建物は小型ショッピングセンターでは一般的な通路が屋外となる。 オープンモール形式でながら2階建てとなっており、3棟の建物とそれを結ぶ連絡通路から構成される。連絡通路の途中には中央広場が設置され、多彩なイベントを実施している。店舗数56店舗、立体駐車場1200台を備える。ユナイテッドシネワのグランドオープンより4日前の2004年6月26日にシネプレックス若葉としてオープンし、 2016年7月23日に現在の名称に変更された。全スクリーンがデジタル音響システムに対応し、メインスクリーンを含む3館には HDCS を導入している。また、2010年からはデジタル 3D シネマシステムも導入されている。東部東上線若葉駅より、徒歩1分東口の入り口と若葉多くは連絡橋でつながっている。 鶴ヶ島方面から県道39号線、川越坂戸諸山線広田橋交差点で、斜め左へ左折。そのまま道なりに進むと右側に見える、国道407号線方面から国道407号線、坂戸立橋交差点を側道に入る。その後左折。そのまま道なりに進むと左側に見える。ありがとうございます。